妹彩子さんのような多くの芸能人たちが、平野紫陽君を人ではないと形容しています。これは褒め言葉であり、その完璧さや別格さを指しています。芸能界には数多くの才能、あるアーティストが輝いていますが、その中でも平野紫陽君はまさに別格のスターと言える存在です。彼のオーラは単なるイケメン以上のもので、自然な魅力が見るものを引き込んでしまいます。同じ芸能界の仲間からも名前が上がり、 その存在感に触れると、ファンとしては胸が高まります。彼の魅力は単なる外見だけではなく、自然体で放つスターオーラが際立っています。かっこいいという言葉では十分に表現できない恵ましさと抜群のオーラは、ファンだけでなく他の芸能人たちからも賞賛されています。その面白さと親しみやすさが相まって、国内外でますます多くの人々に知られてほしい存在と言えるでしょう。 実際に彼のパフォーマンスを目の当たりにした方々は、通常の言葉では表現しきれない圧倒的な美しさやオーラに感動しています。その姿勢や魅力に触れた友人が、安室奈美恵さんの引退後に新たな推しを見つけ、それが平野潮君だったというエピソードもあります。その友人のように、彼のダンスの腕前や新曲に対する情熱に触れ、ファンとしての喜びを分かち合うことができるのは素晴らしいことです。 さらに、妹彩子さんのような多くの芸能人たちが、平野紫耀くんを、人ではないと形容しています。これは褒め言葉であり、その完璧さや別格さを指しています。彼のカリスマ性や気取らない親しみやすさが、他のかっこいい人たちとは一線を画しているようです。実際、芸能人たちが口を揃えて、別格と語る平野紫行さんは、スポンサー企業にとっても狙い目の逸材であることは疑いありません。 芸能界で多くの人々と交流した経験がある方々が、平野紫洋さんのスター性と影響力について語っていることも注目です。これは芸能界内でさえ、その輝きが際立っていることを示しています。彼が他のアイドルたちと共演した際に感じる、別格の存在感は、ファンにとっては特別なものとなっています。かっこいい、イケメンという言葉で片付けられることのない、平野紫洋くんの魅力。 外見だけでなく、オーラと自発光する輝きが彼を特別な存在にしています。彼の存在は単なるアイドル以上で、他の追随を許さない独自の魅力があります。そして、それが日本一輝いていると言えるでしょう。彼に対する賞賛の声は、単なる一時のものではなく、その本質的な魅力に触れた人たちから湧き出ています。 芸能人たちが別格だと口を揃えることができるのは彼のオーラが本当に特別である証拠でしょう。そしてこれからも彼を応援し芸能人たちがお互いに認め合うようなコミュニティを築いていくことがより良いエンターテインメントの未来につながることでしょう。